こんにちは、足尾家塾のコブです。今回は久しぶりに暗号通貨のことをお話していこうかと思います。まあ暗号通貨投資は私2014年から情報革命の後は通貨革命が来るよということでね、やっぱ情報革命っていうのも世界中で起きました、インターネットの発達によって。で、そのインターネットの発達の上に新しく確立するのが通貨革命だということでね、えお金が変わるんだっていうふうに思った。まあ、そこがね、私のきっかけになるんですけども、ほとなくして2015年、 まあ、体のエーダをはじめとする暗号通貨の出会いが次々と起こるわけですけども、当然ですけども、新しいマーケットには新しいインチキが入り込むものだと思ってました。当時、クローバーコインっていうのをね、むちゃくちゃ勧められた覚えがありますけども、まあ、二足三門のコインだなと、すでに学び始めていた私には、まあ、見えたわけなんですよね。で、えー、まあ、捏造された資料、それから矛盾だらけの説明、まあ、そういうのに、 否定はしなかったんだけども購入を控えた覚えがありますねえそして結局はよく分からない中で正直言ってそれでもよく分かりませんでした体の枝を、まあ、半ば強引に進められるまんまにね契約したわけなんですけども、まあ、それが私の、まあ、あ運の良さだったのかなと思います以来ですね、えー、ビットコインこれはね10万円前後の時に、うん、56万円ぐらいだったかなあのビットコインはこのまま10万円超えるよ っっっててていいいうに言われて本当かかなって感じでねいくつか買った覚えがあります、まあ、ビットコインは後々大きな資産となってたはずなんですけども、まあ、あるね、えー、ビットなんちゃらっていうのにね、えー、参加した結果あちょっとねなくなってしまったというねすごく苦い思い出があるんですけどもただその後やっぱ思い直してビットコインはおそらく100万円を超えていくだろうけどもでも1000万円近くなるんだらな,ないかなと。 まあ、もしくは500万円前後にはなるんじゃないかなというふうに感じるのと,と同時にですねあのー、当時すごく深く縁を持っていたあるね、えー、情報起業家の方うん、まあ、何と言ったらいいのか Y 翼さんですね <laughs> あの方がねあの暗号通貨についてそれまでと違った見解を出したところに非常にね納得してですねやっぱりそうなんだなとそれはもやもやっと自分でも思ってたんだけども 言葉にしてくれてありがとうねみたいな感じでよしじゃあビットコイン100万円を超えたら絶対にもう買えないけど100万円を超えるまでにいくら仕込めるかの勝負だなと思って情報発信をしながら購入していましたその時はビットコインは100万円を超えたらもう心理的に買う気がしなくなるもしくは買える人は一定の資産を持っている人もしくは企業での購入になってくるからだからねあっという間に 上げ幅は大きくなるだろうけど個人がおいそれと買うレベルではなくなってきたんではないかなと思ってビットコインをね購入するその限界値を100万円に設けたんですよね同じ理由でイーサリアムこれも20万円を超えたらちょっともう心理的に買えなくなる人が多いんじゃないかなと思いましてまあ10万円を突破するまでにいくら仕込めるかが勝負かなと思っておりましたこの2つそして XRP ですね XRP は50円がマックスだと思いましたねうんだから50円までにいくら仕込めるかっていうことの勝負でしたまあそれぞれ余剰資金を稼がなくてはいけないのでまあ当時ねさまざまなビジネスをやる中で生まれた余剰資金を徐々に暗号通貨に入れていきましたまあですんで当時は稼いでも稼いでも現金が目の前にないような状態でしたねでも資産の仕込みはその時に終わったんではないかなと思ってました そして一つの節目として、2020年、そして2023年に決済ポイントを置いていたわけなんですよ。まあその結果はずっと動画でレポートしていた通りなんですけども、まあおかげさまで売り抜けることができましてですね。まだ保有してるのもあるんですけども、例えば、イーサリウム。これは100万円が私の決済ポイントなんですよね。XRP は200円が決済ポイントです。だからこれはもうすでにありません。200円。 にはならなかったんですけども190円で全て決済しましたんでねうんいや懐かしいねでイーサリアムでしょ、うん、その他ビットコインはもういつ決済してもいいかなと思ってますね昨年の5月に500万円をイーロン法で突破して最高値700万円台をつけてそれからまたね300万円台まで暴落したということがありますここで気をつけないといけなないいいとのは、 300万円まで暴落してみんなが損したんですかってことなんですよ。含み損ですけどね。違うんですよね。決済した人がいるから、700万円台で決済した人がいるから、いるから700万円を割り込んで、600万円台で決済した人がいるから、500万円台まで割り込んで、またこの金額で、よしよし、得したぞ決済だって言ってからね、利益確定をした人がいるから、400万円台、300万円台で落ちていたってことなんで、 取り残された人っていうのは含み益、あ含み損を持っていますけども、決済した人っていうのは基本的にみんなね、利益をドルだの、円だの、ユーロだに変えて、投資に成功して離脱してるわけなんですよ。だから売る決断ができなかった人、もしくはまだまだ売らない決断をした人が300万円台で含み損を抱えていた、もしくは300万円台でも、も私もそうですけども、含み益を持ったままホールドすることが。 できているっているう状態ですよねで今再び500万円台に入って600万円をつける勢いまで今のところ来ておりますこれが何を意味するのかそれは今年年は昨年の高値水準を超える可能性が出ててきたってことなんですよでこの時期にビットコインに参加する人っていうのは昨年に比べまた一昨年に比べて3年前に比べ4年前5年前に比べて資金量の多い方が参加してきてます。そそれこそ ビットコインというのは0.1でも0.01でも購入することができますけれどもどうでしょうかビットコインが10万円の時にたくさんの人が買いましたその時の購入者の資金量と今この500万円から 600, 600万円でビットコインが取引されている時に手を出す方の資金量とどっちが大きいと思いますかということですよね当然今購入している人の全体資金量が多いと見るのが妥当じゃないかなと思いますつまり ビットコインは時を経るに従ってより資産額の多い人の投資対象物になってきてるってことなんですよ。だから徐々にですね、本物の投資家がまだまだこれからも出てくるんですよ。昨年イローロンマスクさんが5月に、まあ、ビットコインに対しての発言と行動しました。だからあのぐらいのレベルの人が入ってくるようになったと私は考えてますね。で逆に手持ち資金が10万20万。 このぐらいしか養生資金がない人は、もはやビットコインを選ばずに、例えばね、うん、USDT みたいな、うん、ドルとペックされた暗号通貨。まあこれも買うかもしれませんけども、IOTA みたいなね、1単位数円とか10円前後で買えるもの、うん、こういったものに流れていくみたいなかろうかと思います。あの大体ね、単価の安い暗号通貨が売れる仕組みっていうのがそこにあるわけなんですよ。 もうね、有名なコインは値上がりすぎて、これからなかなか買いにくいと。要するに、資産をたくさん持った人の投資物と、資産がない人がチャンスを狙う、アルトポイントに分かれてくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。それでですね、今日はちょっとね、ビットフライヤーの話をしようかと思います。こちらどうぞ。えっと、今日のニュースなんですけども、暗号資産のビットフライヤーホールディングス、投資ファンドが買収、アジア中心とする投資ファンド、これがね、購入したということなんですよ。 でこの投資ファンドは、ちょっとね、データの見えないところがありますけども、まずはこのビットフライヤーのニュース読んでみましょうか。えー、仮想通貨交換業を傘下に持つビットフライヤーホールディングス。これはアジアの投資ファンドが買収する見通しとなったと。創業者の何々を除く株式連合と株式の過半の取引で大筋合意したということですね。評価額がたいね、この会社450円程度ということで、めちゃくちゃでかい会社になりましたね。 で交換業の再編が加速する可能性があると書いてますけどもじゃあ買収する先どんな会社なのかなってことはね今読み解いていこうかと思いますけどもよろしいですかね、まあ、今ねビットコインが5 6十万8万5000円イーサリアムが42万、うん、カルダノが143円ということで暗号通貨市場全体に好調ですね だからまた資金が流れ始めたということです。まあそれぞれ暗号通貨に資金を投じる人ってのは基本的にはお金持ちです。で、お金がない人はやっぱり暗号通貨でも痛い目を見て、で、退場していきます。そういう流れですよね。だから上昇傾向にあるたんびに資産家のお金が入っていって、そして下落傾向にあるときに、 あのなけなしのお金のない人が、さらにお金をなくすっていう流れなのかなと思いますよね。えっ、ー、と、ちょっとね、なんだろう。うん。スクリーンショットを私間違えましたね。画面が一部合わないところがあると思いますけども、ちょっとこのまま行きましょうか。面倒なんで。この私の顔だけしか出てませんけど、すいません。えっ、ー、とね、ニュースを読んでもね、ニュース記事が切り替わらなかったと思うんですよ。 そして、暗号通貨のことをお話ししようと思ったんですけども、そっちも切り替わなかったと思うんですよね。なんともお粗末な話です。すいません。で、プラスですね、じゃあどんな会社が買ったんですかってことなんですけども、えっ、ー、と、そうですね、どこを見てお話ししようかな。うん、こう、CAC ですね。えー、ビットフライヤーを買ったのが、CAC。 ACA か。ACA 株式会社投資ファンドというね、聞き慣れない会社でございます。まあ私が個人的に知らなかっただけといえばその通りなんですけどもえ、ここのね、企業分析なんですけども、まあ割と平均的な会社かなと。社員の平均年収は1200万ぐらいだと思われます。あの、これはね、現役社員の方のアンケートなんですけども、1名の人しか答えてくれてないんですよ。うん。まあですんで、 会社の練習がわかんのが大体1200万かなっていうことで、なかなか、まあいい会社です。まあ一人の回答なんてね、なんとも言えませんけども。これが新入社員なのか、ベテラン社員なのかね。うん。ただまあ、死にってわけじゃないんで、新しい会社なんで、あの、ビットフライヤーもね。じゃあ、20年、30年やってるかつてやってないんでね。うん、だからまあ、本当に新進気鋭の会社かなと。あ、待遇面での満足度は3.2。これ5段階評価ですけどもね。人事評価の適正感は2.9。うん 高齢遵守意識が2.9。人材の成長、生育。これが2.9。20代成長環境3。うん、社員の相互尊重2.8。風通しの良さ2.9。社員の士気3ということで。まあ割と平均的な会社だと言えます。うん、まあ期待していいところじゃないかなと。うん、s ACA っていうのはね。まあ偉そうに言いますけども。うん、じゃこれが何を意味するかってことなんですけども。 今後ますますね、こういったグローバル的な根血が始まります。すごく親和性がいいのは、暗号通貨っていうね、そのマーケットの特性からして、あのグローバリゼーションがものすごく親和性が高いんですよ。で、遠隔で全てできますしね。特に、海外の会社になりましたって言っても、別に本社移転が派手にあったりとかね、で、視点がなくなったり、増えたりとかわけではなくて、本当バーチャル上に全て行きますんで、なんだったらメタバースでもいいわけなんですよ。 だからすごくこれからコストをものすごくかけずに利益を大きく積んでいく、まあ、そんな部分が加速するんじゃないかなと思いますプラスですねやっぱりこう暗号通貨っていうのは規制が激しくこれからも打ち付けられますけどもこれはどう考えるかっていうとますます規制を突破する力のあるところ信用できるところが残って、まあ、生半可なところが脱落していくってことなんですよ暗号通貨の交換業者も たくさん閉鎖に追い込まれたりとかあの国での活動ができなくなったりとか規制を変えられますけどもこの規制をかいくぐってねほんと1強2強3強ぐらいのビッグ3が残ってあとは全部合併なり駆逐なりされていくんじゃないかなと思いますそしてこの暗号通貨って概念ですけどもますます強靭化していくと思いますよだからビッグ3ぐらいが牛耳っていくんじゃないかなと思います これはあらゆる業界に言えます例えばトヨタ自動車ね自動車の規制ってどんどん進みますけども結局トヨタが王者なわけですよ、うん、まあベンツも大村がと GM もありますけどもねやっぱりああいうところが残っていくんですよで小さいあ,のー、あまりね規制突破能力のないところは衰退していってだから規制がつけばつくほど三輪障壁が高くなって強いところがさらに強化されていって まあ中継以下がなくなるっていう流れは、あらゆる業界で起きてきますから、だから暗号通貨の世界がね、別に追いやられてるわけではないんですよ。さらにまともになっていってるんですよね。そういう意味で言うと、これからも大いに暗号通貨にね、期待してもいいんじゃないかなと思います。それではね AC、ACA の URL をちょっと下につけておきますんで、企業分析また別の機会にやっていきましょうかね。じゃあ暗号通貨のニュース、こんなところでよろしいでしょうか。これからもどんどん買っていけばいいんじゃないかなと思ってます。ただし、銘柄は、 慎重に選んでくださいね。じゃあ。